質問です。ちゃんと毎日3食ご飯食べていますかえー、食べてます。これね、今まで1日3食私取らなかった時って、ほぼ記憶にないくらいなんですよ。体調が悪い時とか、忙しすぎる時でも、3食しっかり食べるっていうのが自分の体に合っているようなんで、そこは習慣にしています。でも、どうしても食べられない状況とかね、食欲がない時もあると思うんですね。そういう場合は、朝食は牛乳とヨーグルトだけ取るだとか、あとはランチは肉 や魚は食べずずににに野菜ジュースだだけにししてておくととかかりあえず何かは摂取すするようにしていますそれとね、お昼は食べ過ぎたから夜は少し控えめにするって決めたりだとか、夜に打ち上げでたくさん食べてしまったから、翌日の朝は例えばホットコーヒーだけにしておくみたいに、前後で量を調節するといいと思います。まああとは運動ね。これはあの人によるんで強制はしませんし、ご自身の体調と相談しながら考えてほしいですけど、適度に運動することもまあ一つの選択肢としておすすめ です心配だったらお医者さんとかジムのトレーナーさんに相談したりしてもいいと思います。まあ私の場合ねほんの少しでもいいから空き時間に筋トレをしています。あのお風呂上がりりりに筋トレしたすする日もありますけど大抵はね日 中の空き時間とかですね。あの、椅子か何かに座って、例えばこういう椅子に座って、で、待っている数分程度の待ち時間とかが何か発生したのであれば、なんか握力意識して手をグーパーグーパーにするとか、あとはこういう風にね、中央に両手をガーって押すのも、ちょっとこの辺の筋肉鍛えられますし。で、あとはね、移動時間にエレベーターを使わずに階段でっていうのも定番ですよね。あとはまあ、あの、毎朝ゴミを捨てに行くんですけど、そのゴミ捨てる時にゴミ捨て場まで歩いて出しに行くとかね。 よく車で出勤する人は、その道中ゴミ捨て場によってポイって捨てて、そのまま職場まで車でってやりますけど、私、あえてそれをせずに、毎朝ゴミ捨て場まで自分の住んでいる家からもう歩いて出しに行く。それでまた戻ってきて、そこから先また別のところに出かけるなら出かけると。そういうふうにしています。だから、ほんの少しの積み重ねでいいと思うんですよね、毎日。一日合計で30分くらいは運動してみるっていうのを、少しでも習慣として定着させると、食事と運動のバランスが取れて、 体にもいいかなって個人的に思っています。くれぐれも皆さんはご自身の体調と相談しながら進めていってください。